アイナバは、ソマリランドのアイナバ地区の行政中心地、水質の良い井戸があることで著名。アイナバの古代遺跡アイナバの井戸19世紀初頭から半ばにかけて、アイナバは有名な詩人であり軍事指導者でもあった、カイトフィキを中心とした、スオカネ軍閥の本拠地だった。イギリス人から後に、マットムラーと呼ばれたサイードムハンマドは、ソマリア内陸部で、ソマリ人同士の争いを仲裁し、 仲間を増やしていった。そして、有料な井戸や放牧地で知られるアイナバに定住して、自分の仲間をダービッシュと呼び、独自の服装をさせた。その後、サイード・ムハンマドは、ドヨルバハンテ氏族全体を従えて、イギリスと対立した。イギリスは、イサック氏族を味方にして、アイナバに拠点を築いて、ドヨルバハンテ氏族を攻撃した。この戦いの結果、ドヨルバハンテ氏族は、 イギリス人により、アイナバを追放され、以後はイサック氏族の支配地域となった。1933年のイギリスの植民地報告書によると、当時ブラオからアイナバまで81マイル、アイナバからアダド経由で、エルアフウエイまで99マイルの道路が通っている。1950年代にこの辺りにサーリヒ教団が設立され、この地にもともとあった。 カーディリー教団と対立が生じた。この対立は、血統氏族の対立と結びつき、1955年には、アイナバで両教団の闘争が発生し、13人が逮捕された。1974年から1975年にかけて、ソマリア北部が干ばつとなった。しかし、当時のソマリア大統領、モハメドシアドバーレは、 現在のソマリランドに相当する地域の支援を行わず、その東のベアー、アイナバ、タレーにのみ難民キャンプを作った。その後、難民はソマリア南部に移住させられ、そこで農作業に当たるよう言われたが、彼らは遊牧民が多かったため、農作業になじめずに湾岸諸国、主にサウジアラビアに移住した。一方、当時ソマリアを支援していたソビエト連邦は、 この地域の住民に漁業を指導し、ドユルバハンテ氏族もインド洋などに漁に出かけるようになった。1991年、ソマリランドの前身であるソマリ国民運動はガダブル氏氏族をガビレーから追放し、ハダフティモノワルサンゲリ氏族を攻撃し、ドユルバハンテ氏族をアイナバから追放した。2003年1月、プントランドでアブドゥラヒウスフと ジャマーリージャマが対立して内戦状態となり、やがてジャマーリージャマの軍が不利となって、プントランド西部に逃亡した。その結果、プントランドの与党となったアブドゥラヒエスフの政権は、ソマリランドがジャマーリージャマ軍に、エリガボ、アイナバ、エルアフウェインなど、ソマリランド領内の基地を提供したとして、ソマリランドを避難した。2011年7月、 アイナバの保険証を解雇された者がその理由を質問したところ、女性一人を含む5人が逮捕された。2016年8月、サナーグ地域の自称国家チャツモ国の情報長官が、ソマリランドの第三国定住長官とアイナバで会談し、チャツモ国とソマリランドの対話が再開された。2014年7月、アイナバで女性のレイプ被害が増加していると報道された。 2017年2月、チャツモ国の大統領アリカリフガライドがアイナバでソマリランド大統領と会談し、チャツモ国領土でソマリランド憲法を再開すること、チャツモの軍がソマリランド軍の一部となることなどが合意された。一般的にはこれでチャツモ国がソマリランドに合併されたと見られているが、チャツモ国副大統領のアブドゥル・アグルーレは、チャツモ国の大統領就任を宣言し、 プントランドと共に、スール地域を取り戻すと表明した。2018年の調査によるとアイナバに国内避難民が集まっており、その理由は干ばつによるもので、アイナバが避難先に選ばれたのは水源があるためだった。2019年5月、アイナバで豪雨の被害があった。2019年7月、ソマリランド法でアイナバ地区を B 地区に昇格してほしいという住民の要求が却下され、C 評価となったことに抗議して、アイナバでは、幹線道路が封鎖され、タイヤを燃やす抗議が行われた。SL10 バイト13の位置。色は、投稿線を表す。SL10 バイト13が盆地にあることがわかる2019年11月、アイナバ地区にあるブロック SL10 バイト13と呼ばれる場所について、 イギリス日本社があるゴーネルエネルギー社は、ここに1 3億バレル、日産5万バレルの油田があると推定している。2020年11月、スール地域が干ばつとなり、アイナバでは、家畜や食肉市場の業者が収入源を失って、子供が学校を辞める事態になったと報道されている。1952年、イギリス領ソマリランドの時代に、イギリス人が書いた報告によると、 当時アイナバに住んでいた氏族は、ナロット氏族のドイル・バハンテ、および、イサック氏族のハバル、ユーニス、ハバルジェロだった。2005年のアイナバの人口は75,072人だった。2016年の欧州非護支援事務所の報告書によると、アイナバの主な住民はハバルジェロ。ありがとうございます。